皆さんこんにちは、橋本美香です。今日はじゃん、モコモコレオパードネイルを100円ショップのジェルを使って再現してみたいと思います。はい、前はですねブランケットネイルっていうものを皆さんに紹介しました。モコモコレオパード、このネイルデザインってどのネイリストさんが考案されたか皆さんご存知ですか？千穂先生が考案されたデザインなんです。本当に大人気の作品を作りました。で、今回も前のねブランケットネイルの時みたいに考案されたネイリストさんの、デザインっていうのを使ってる材料とか全く違うんですけど、私なりにセルフの人でもできるようにっていうところに落として皆さんに紹介したいと思ったので、千穂さんにね事前に連絡して許可をいただきました。千穂さんありがとうございます、ね、本家のモコモコレオパードのやり方っていうのが学べるサイトがあります。なのでそちらのリンクも概要欄に載せておくので、ぜひね、私の見て、いやちょっと本家学びたいわって人はそっちを見てください。ということで今日は千穂さんが考えられたこういうねファイバーとかが中に入っているレオパードのことですね。こちらを簡単なバージョンにしてやってみたいと思います。Let's go! 前アップしたねキャンドゥの新色がどれもめっちゃ可愛かったので、それを使っていきたいと思います。一つ目こちらキャンドゥのアッシュベージュで、二つ目はこちら、キャンドゥのブロンズ。次にダイソー、こちらです。48番のフラッフィーブラウン、こちら47番のフラッフィーベージュで、サブアートの方はこれ使ってみようと思います。セリアのマグアートジェルのブラウンゴールドです。じゃあやっていきましょう。まずベースカラーこちらです。アッシュベージュ、これを使います。で、サブアートも今回も同時進行でやっていきますので、ぜひ真似してやってみてください。アッシュベージュはこんな感じで、ちょっと透明感のある明るめのベージュになっています。サブアートの方もベースカラーにこちらのアッシュベージュを塗ります。このアッシュベージュさ、本当にこの塗り心地も色も良くて最高なんですけど、マジいい。ブロンズ。ブロンズを、たっぷりじゃなくて、ちょっとね、しごいてもらって、レオパードのこの形を作っていきます。で、ポイントなんですけど、まずさ、これ四角じゃないですか、スクエア、ブラシの形が。なんかポンって置いたら、こんな感じになると思うんですよね。半分まっすぐ、半分丸いみたいな。で、その状態でこの丸い方に、ちょっとこう、角度変えて、こんな感じで、なんかめちゃくちゃ下手くそなハートみたいな感じを作ります。まあね、そんなでもね、一生懸命こうやって説明してますけど、まあ、あんま気にせんでいいです。ちょんちょこってやったらね、いいです。わかんないから、具体的に説明してもらった方がいいですっていう人のために今説明してるだけですね。はい。こういうなんか半分に割れたドーナツみたいな形とかもあっても可愛いし、すごいちっちゃいのをブラシを立てて角でちょんってね、乗せるとか、とかも結構あり。はい、こんなもんかな。じゃあ硬化します。で、これを硬化している間にパレットを用意していただきたいです。パレットにダイソーの48番のフラッフィーブラウンを出す。こうやって、なんでたっぷり出すかっていうとね、このできるだけファイバーをいっぱい使いたいんですよね。だからこう、それをこう取れるようにいっぱい出しておくといいですね。で、もう一色出しておいてもらいたいのがあって、フラッフィーベージュで、使うのはちょっと先なんですけど、もうせっかくパレット出したから同時にね出しといたらいいかなと思います。そしたらブラシ、今回はこちらです。これが適任かなと思ったのでこちらを用意しました。アレティジアのボーダーというものです。長細スクエアなんですよ。超細かい長細スクエアになってます。薄いんですよ。これは、なんかちょっと細かいところを塗ったりするのにすごい使えます。キャラクターとした時のこの肌色の部分を塗りつぶすとかね、そういうのにもすごい使えますね。じゃあ、まず、こちらの濃い方。これでできるだけちょっと毛があるっぽいところをこう頑張って取って、ブロンズの上に乗せていきます。こんな感じで、乗せる乗せる。ちょっとこれね、早送りしていきます。
こんな感じ。ちょっとアップで見せようかな。こういう状況です。ブロンズの内側ですね。まああんまり意識しなくても勝手に表面張力でちょっとチュッて縮むのでいいんですけど、まあこんな感じです。じゃあ硬化します。で、硬化してる間にブラシをね、ちょっと綺麗に拭き取ります。次も使うから。今度は、こちら。これ100均じゃなくてレティジアなんですけど、レティジアのアートブラックってやつですね。普通のブラックじゃなくて、アート用のブラックです。アート用なんで、テクスチャー硬くて、顔料がもうマックス。保有できるマックス入れてます。めっちゃ濃くて描きやすいのでおすすめですね。これアート用ないわって方は、黒のジェルを使ってもいいんですけど、必ずパレットに出してから使うのと、ちょっとどうしても色薄いから、納得いくもの作りたいんだったら、こういうアート用のもの1個持っておいたらいいかなと思います。アート用の黒とか白ってもうめっちゃ使うので、結構、買っても損ないジェルかなって。他の色物ってね、買ったけど使うのかみたいなシーンって結構あるけど、もう黒、白は鉄板で使います。そしたら、この、外側ですね、に、ちょん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 って、外側というか、ちょっとこの、ふわふぴにかぶさるぐらいのとこかな。ちょんちょんちょんって、黒、のせます。この黒は、広がったり流れたりとかもう、しないので、一気に全部、描いてからライト硬化で OK です。そうじゃない黒使うときは、ちょっとずつ硬化する方がいいですね。じゃあ、これもちょっと早送りしていきます。はい。こんなもんかな?こんな感じです。で、ポイントなんですけど、ちょっとね、小刻みにブラシをちょこちょこって動かしながらやると、こんな感じでなんかちょっとギザギザみたいな、なるんですよね。こういう感じにするのがいいです。綺麗に囲っちゃうと、なんかちょっとバランスが変なので、もう適度に適当みたいな。ここちょっと足りないな。ちょんって黒出しとくか。バランスね。閉まりましたね。はい。いい感じです。で、全部を囲ってしまうというよりも、こう、囲むとこ、開けるとこ、囲むとこ、開けるとこ、囲むとこ、開けるとこみたいな感じで、ちょっとずつやっていくのがポイントです。じゃあ、硬化。はい。で、ブラシをきれいにするときに、毎回なんかブラシクリーナー使う人とかもいると思うんですけど、毎回使わんでいいです。ブラシ傷んじゃうし、そんなことしなくてもいいです。あと、水で洗うの絶対ダメ。ジェルと水はもう、ブブー、相性バツなので、乾いたさっきのワイプとかキッチンペーパーでシュッてね、挟んで拭き取るで OK ですよ。こちら、薄い方のふわふぴ使っていきます。これもね、ちょっとこう混ぜてね、このファイバーをできるだけ取るという感じで。で、この隙間ですね。ここに乗せていきます。これなんでこの順番でやってるかっていうのをちょっと説明したいんですよね。一番最初にこれを塗った後にこれを塗ってしまえばよかったんじゃねって思う人いると思うんですけど、ダメなんですよ、それじゃあ。なんでダメかというと、今ね、このふわふぴでこの柄っていうのを描いたじゃないですか。それを上から描いて完成だともう表面がデコボコになっちゃうんですよね。ここだけが盛り上がって他が下がってるみたいな。非常に、ブサイクになりますし、仕上がりね、ブサイクになるし、そこにね、なんか段差があるって普通の表、ってか、レオパードさんってそこ段差ないじゃないですか、柄ごとに凹凸みたいな。で、そこはフラットなはずなんですよね。だから、後でこうやって埋めてあげるっていうのがいいです。じゃあ、早送りします。たたーん。こんな感じ。ちょっとアップで見せようか。こんな感じです。ね。いい感じでしょ。はい。じゃあ、硬化します。ここで終わってもいいんですが、より高級感を出すために、ワンポイント追加しましょう。ということで、こちらです。
エティジアコンテナジルの GS004 です。前回のこれでも使いましたね。こちらのゴールドをちょこっと足すだけでもっとなんか可愛いおしゃれ感出るので、ぜひこういうゴールド系持ってる人やってみてください。でね、これすごい粒子細かくて濃いんですけど、こういう感じのジェルを使う方がいいですね。あんまりね、ラメが大きいとか量が少ないとちょっとこう、せっかくここまで頑張ったのに変な感じになっちゃいます。こんな感じでちょんとね、ブラシの先端につけるともうしっかり発色するので、この状態でこの黒の近くにで、より上品にするんだったらもうできるだけちょっと細かくって感じ、このぐらいですね。ちょんって、もうちょっとつけるだけでキラーンって光るから、あんまりいっぱい盛らないでいいです。こうアクセサリーと一緒でさ、やりすぎるとくどいじゃん、わかんないけど私は最近アクセサリーはつけておりませんね。持ってないというだけなんですけどはい、こんな感じですね。あんまりね、くどくつけないこと、ポイントちょんってつけるのが高めでございます。こんなもんでいいんじゃない？はい、じゃあこうか。で、この間にサブアートの続きやりましょう。こちら、ブラウンゴールドマグアートジェル。このね、この2色の組み合わせすごいおすすめ、よかったですよ。ほい、綺麗。あ、ほい、まっすぐ、シュッとする。で、そしてまずこの下側からギュッとして、一旦この、爪の下側ね、自分の爪だったら多分こうやってやるんだと思う。散らばせましたね。そしたら、ここからぐーっと寄せて、真ん中に集めていきます。綺麗よね。この、キャンドゥのマグネットめっちゃ動きいいわ。で、この下からちょっと上に上げるみたいな感じに、するとグッとね、グッと寄ります。根元とか先端はちょっと茶色がしっかり出た方がいいので、こんな感じです。はい、じゃあ効果できたら、ここでクリアミキシングジェル、薄くでいいですね、一応です。つるんとさせて効果、アルコールとかエタノールとか何でも良いです。別にクリーナーでもいいし、コットン以外の拭き取り用のものですね。で、これちょっと拭き取って未硬化ジェルを取るけど、はい、私とキャンドゥさんコラボで出しましたニャンコだらけというネイルシールです。ニャンたちじゃないこの文字のやつ、これ使います。これ貼ります。この辺かな、ベチョ、はっ、えい、完璧、空気をしっかり抜いて、オッケー。で、トップを塗ります。トップはツヤを使いますね。マットでも可愛いので、後でマットはどんな感じかっていうのもお見せします。100均にもノンワイプトップは出ているので、皆さんも使い慣れているかなと思います。できるだけゆっくり気泡がね、入りやすいので、シールを貼っていると気泡が入らないように一定方向でシュッとやる。 できればね、まあ、すぐ硬化してもいいんですけど、ちょっと置いといて、さっきのサブアートとかもトップになります。ちょっと時間を置くと後から気泡が出てくるっていうことがあるので、なんだろう、ちょっと待って、気泡出てこなかったね、よしってなってからライトに入れるっていうのもありですね。硬化します。はい、ということで完成です。いかがでしょうか。じゃじゃーん、マグもね、いい感じに合っていて、サブアートとのバランスもいいかなと思います。はい、でちょっとね、このブラシを使わずにやってみたんですよ。なんていうんですかね、こういう細いブラシを使わずに100円ショップのジェルについてるブラシだけで
頑張って、それでも結構できた方だと思うんですけど、頑張ってやったらこんな感じになりました。これとこれの違いって、まあわかると思うんですけど、やっぱこっちの方がなんかこう、べちゃっとしてるというか、ね、同じ爪のサイズなのに、こっちの方が太く見えません？で、これなんでかっていうと、こっちの方が一個一個のやつが大きかったり、ちょっと雑だったりとかしてるんですよね。だから、シュッとしないというか、って感じです。デザインのやり方。アニマル系、すごく、やっぱりやってて気分も上がるし、超可愛い。で、手にしてもフットにしてもめっちゃ可愛いので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、ということで動画を最後まで見てくださってありがとうございました。こちらのブランケットね、まだ見てないっていう人はこちらもチェックしてください。どっちも100円ショップのジェルを使ってます。それでは、なんかデザイン作っていく系結構人気だったら他にもいろいろやりたいなと思っていますので、皆さんの反応をコメントとかで聞かせてくれれば嬉しいです。ではでは、最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。橋本美香でした。バイバイ。